日本のニュールとも言われるホンダのテストコースで1台の車をキャッチ。これこそ最高出力自主規制撤廃後オーバー280馬力国産第1号と噂されているニューマシンなのである。それはレジェンド、もうすぐ4代目となるホンダのフラッグシップセダン。もちろん細かなスペックはまだ公表されていない。しかしその最高出力は300馬力の大台に乗ると見られているのだ。さらにクラスを超えた高次元のコーナリングを可能にするため SHAWD という最新の4駆システムを採用。従来の高級セダンの枠を超えた走りが体感できるのか。さあ、日本車もいよいよ280馬力オーバーの時代を迎えます。その口火を切るのがこのレジェンド、300馬力でデビューする予定なんですね。ということはまず加速フィールチェックしてみましょう。最初の出だしの一歩は明らかにトルクがあるというか 3.5 リッター V6 エンジン、その排気量を生かして非常に素直に加速してきます。まあ、300馬力って言われちゃうとね、今まで我々280馬力だけどすんごいトルクのある車に乗ってるんで、うわー明らかに速いなという感じではないんだけれども、まあこの辺のね、回転を上げた時にパワーが絞られるような、なんかそういうストレスも感じないし非常に伸びやかだとは思います。さすがに160キロオーバーぐらいで、ぐいぐいと加速していくのにはもっともっとパワーが必要かもしれませんけれども、少なくともこれまでのようなこう上が踏ん詰まったようなね、ストレスを感じてなんかイライラするような、アクセル踏んでもなんか反応しないようなね、そういう違和感はありません。こう加速してる限りでは280馬力オーバー大歓迎でしょう。これがねできれば300馬力と言わず350、400、世界のねヨーロッパ車と対等に加速勝負できるような、そんな領域に踏み込んでいってほしいんですが、まあ、その第一歩としては評価できるでしょう。コンパクト、ミニバン、スポーツカーのジャンルでは抜群のセンスを見せるホンダなんですけれども、高級セダンでは今一つ切れ味が悪くて今までヒットカーに恵まれませんでした。でもホンダの高級カーが欲しいということで、その期待に応えてデビューしたのがこのレジェンドです。開発総責任者の斉藤さんに話を伺ってみたいと思います。まずはですね、このレジェンドのコンセプトを説明していただきたいんですけども、はい、レジェンドは今回が4代目ということになります。はい、先代は少し車としてラグジュアリー方向に振ったためにですね、個性が分かりにくくなりました。レジェンドは初代から引き継いでいるドライバーズカーに帰ると、やっぱりドライバーとしてまず何よりも運転して楽しいと、そういった車に戻ろうということで原点回帰を目指しました。具体的にその国内外で、はい、狙いを定めているライバルの車ですとか、はい、そういうのありますかね。まあ、あまり言っていいのかどうか。言っちゃってください。BMW の5シリーズとか、はい、Audi の A6、はい、ベンツの E クラスですね。はい、そういったところが、まあ、我々がベンチマークとして意識した車種になります。なるほどね。やっぱり世界で通用して、しかもその中ですごいねと言われる車に、うん、したいと思っています。ストレスなくね、全体にパワー感が均等に散りばめられているというのが300馬力、280馬力オーバーに踏み込んだ恩恵でしょう。3.5 リッターの V6 の VTEC エンジンです。はい、出力、トルク、それから回る時のフィーリング、はい、まあ、こういったものが非常にホンダらしい特性が出せていると思っています。まあ、世界でもね BMW の直六っていうのはすごい評価高くて、そこまでは正直言ってまだ行ってないんじゃないかなと僕は思うんですが、自信満々です。はい、ただあとこれ横置きですね。はい、で BMW あるいはアウディなんかと勝負するには縦置きで、バランスを整えた方が有利だと思うんですが、
レイアウトについてはやっぱりそれぞれ、はい、一応一旦あります、はい、まあ、我々は今回トータルのレイアウトの中で、はい、このレイアウトを最善として選びました。ほらこんな回るよ、ほら回るよこの 4WD すごいぞ。まあ、今回のシステムというのは前後のトルク配分、それから特に後輪の左右のトルク配分のコントロール性を非常に高めています。この新システムの最大の特徴は FF ベースでありながら前後の駆動力をリアにマックス 70% まで配分できること。またリアの左右輪は駆動力をどちらか一方に 100% まで割り当てることもできるのだ。その秘密はリアデフの中にある。前後駆動力はプロペラシャフト側の増速機で、リア左右の駆動力はそれぞれの電磁クラッチで制御している。四駆にとって宿命的な旋回加速時のアンダーステアに対しては、まず後輪の駆動力を増やし、操舵輪のコーナリングフォースを確保、それでも足りない場合後輪旋回外側の駆動力を増やし、内向きの旋回モーメントを発生させることでアンダーを消している。我々は、4駆が持ってる非常に高い、どんな場合でも高い安心感みたいなものと、それからステアリングが切った時にスッと入ってる、だけどすごく安定してる、そういったようなところをですね、今回の車では実現したいと思いました。その目標はほぼできてます、ね、ということはもう BMW、アウディ並んだぞと言ってもいいでしょう。言っちゃってください、かなり。まあ、かなりのところに来てると我々は思ってますから。という自信満々の斉藤さんでした。外観からの印象というか、それほどね、こう、いわゆるやらしいほどの高級感というのはそれほど感じなかったんだけど、乗ってみると紛れもないこれ高級車。とにかく静か。ただし、ホンダというからにはいくら高級車でもある程度スポーツマインドがあってほしいんですよね、我々としては。それはどうなんだというところを少しペースを上げてチェックしてみましょうか。さあ、その新システムの効果はどうだ。ワインディングで全開チェック。右のパドルシフトを上げるとシフトアップ、左のパドルを引くとシフトダウンですね。まあ、この辺はね、さすが走りのホンダでしょう。ここでアンダーで切り出しができる。これは切り出しが、ほら切り出しが、もっと切り出しが素晴らしい。ほらほら、インベタでずっと曲がって蹴るぞというぐらいアンダー知らず。タイプ R、 インテ、シビックだってやっぱアウトにダラダラ払うんだからね。ほらコーナリング中にイン側にノーズをここで向けられるなんて今までなかったよね。クッパの上下動が大きい、細かい突起をうまくつまむことによって乗り心地をキープしてるけれども、少しね大きな入力があると車と一緒にね、上物と一緒に自分が少し跳ねちゃうというのが気になるよね。まだね、これプロトタイプなんでこれから微調整をしていくんだろうけれども、課題はその辺でしょう。これはねちょっとね、もったいないぞ。この SHAWD をこの高級セダンだけに使わせておくのは、ホンダもランエボみたいな、インプみたいなバカッパや 4WD 出すか。出してほしいな。さて、300馬力に達してデビューするんではないかと噂されているレジェンドなんですが、さすがにエンジンはすごく気持ちよく回りましたし、それから何よりも 4WD システムが本当に感動するほど素晴らしかったんです。ただホンダにね、すごく高い期待感を持っている僕としては、もうちょっと頼もしいっていうんですかね、走りの方に振ってほしかったなという気持ちも多少は残されています。これから日本の車も300馬力、350馬力、400馬力どんどんパワーアップしていくんだと思うんです。280馬力規制というこの壁がなくなる今、これからは日本のメーカーの、もちろんホンダも含めてエンジニアの人たちの実力が試される時だと思うんです。とりあえずこのレジェンドの成功を期待したいと思います。